焼き芋だ、焼き芋。さあ、飛ばしていくぜ。あーやべ、やってもうたこれ。まあシーランピ、まあ、バルーン一択じゃない。あーバルーン、いやこれ金ピドしたいんだけど、するまでに結構ダメージ受けちゃうね。いや美味しいこれ、いや美味しすぎるこれ。いやーこれでけえ、これマジででけえ、これマジででかいんだけど、余裕で負けられるね。うーん、ボーラーバルーンはないワンパンできるんだね。さあオーザルトさん、ナイギフナイスナイスナイス。あー、いいボーラーだ。完封できちゃうからね。まあ、テスラ低め徹底ですね。キングギドできてるのでかっ、でかすぎるな、キングギド。マジででかい、本当にでかいからね、キングギド。ただ今回泣いて、あー、見てライドラか、なんかなんかしてない。やべ、いやーここやばい、ちょっと待って、やばい、いやーキングギドでしたね。しょっぱなのデカすぎだな、相手の甘えたバルーンがちょっとさ。スケキンのスキルは使いませんでしたね。さあ松坂さん内容です、ありがとうございます。さあよろしく。黒助さんかっけえな、スケバレ、これ開始しまーす。ティリリーンこれせこいけどな、ボーラーとかバラけてきた瞬間もう無能になるんだね、この子。
おお、待って、三子はやばい。ちょ、いろいろびっくり。しかも、スケ行かれるのそれ。あー、そう、スケキン、アイゴレに無能なんですよね。スキル発動しても解けちゃうし。いや、ちょっとやだな。すごい。今見た。やばくないの？ちょっと待って、今回なんかきつそうな顔しない？俺だけ？きつそうな香りしかしないね。今見た。ゴルダイやばいな、ゴルダイ。いや、しかもあれがもう無理。やばいな、これ。これ終わったっすね。アイゴレタル。どうしようかな。まあ、ほんと守る。守るしかないよ。お、ドリルだ、しかも。珍しくない？いや、売ってなくてよかったな。まあいいよ。で、これ三子でまた回収されますね。うん。そう、ドッサーめっちゃ強いんだよね。青ズワールドさんがまたくれてる。大丈夫？一発？おお、よくやった。いや、走りすぎ、走りすぎ。奇跡のワンチャン。いやー、強い。スケキン、アイタルババ使ってアイゴル最低で奇跡起きたな。さあ、ナイス。ゴルナイすごいな。すごい、もうドッサン強いのよね。ね、スケキンな、なんとも言えないっすよね。ノーバー e スポーツ。いや、懐かしいな。久々にノーバーって聞いたな。さあ、所定犯罪します。これでスキキン出せばもう全部回収できるっていうね。エレキ、まあ、スキルを使うのが非常に悩むところではある。ピックタン。いや、これさあ、タルババいいな。スキルさあ使いたいけどさあ、どうせエレキ使われちゃうんだよね。使ってみるね。多分エレキなんだよ、ね、あ、最悪のやつだ。それで多分エレキ撤回します。いや、でもペッカー結構溶かしてるんだよ。ちゃんと結構溶かしてくれた。思ったより頑張った。え、めっちゃ頑張ってくない？ちょっと俺の、え、なんかスケキン助けてめっちゃ溶けたんだけど。いや、これはいいからな。結構でかいな。結構でかいけど、もうやばい。まあ、ペックラムか。懐かしのペックラムだな。マザネクエレキ型か。なので、ダクプリ、エレキ、マザネク、タルババ、この4枚を突破しなきゃいけません。はい。あー、ここでマザネク使ってほしいな。いや、使ってほしい時に使ってくれないよね。でも相手も5あったからスキャンきついんだよ。後ろのマザネク来たらマジで。いや、これさ、全部マザネクでいかれるんだよ、でも。いや、そっちに使ったら熱い。もうウッドダム入るでしょ。いや、天才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 、タルババよける。ほぼよけた。え、あ、
じゃあ一回はしゃぎすぎてもあんまなんだよ。いやうざいよこれ、うざいよ絶対。ユニットやろこれ絶対。いやー天才、天才も天才。ねえ無駄にしてみろ、無駄にしてみろ、おい無駄にしてみろ。いけ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 、やばー。ちょっと待って、スケキンめっちゃ頑張ったんだけど、今回だけ、今回だけスケキンめっちゃ頑張ったよみんな、びっくりするぐらい。さあナイス今回だけめっちゃ頑張ったよ、今回だけ。え、今回だけだけどね。こういう試合を見るとあれ強くねってなるけど、まあ実際どうなんだろうっていう話だな。